よしゅうがなべらユンダンジャレバンデシャの時間となりました。時計の針は11時を回りまして、本日は9月の7日木曜日、旧暦のうちなぐいみでは7月の17日なといびさあ、お送りしておりますユンダンジャレバンデシャ、今日も1時間お付き合いいただきたいと思います。さあ、9月の7日、まあ、昨日の6日の日は、まあいわゆるお盆のですね、ウークイナーチャというね、日でございまして、まあ大晦日とかいう言い方とやや似てるかなと思ったりもするんですけど、ね、もうウークイナーチャっていう 日というのがあるみたいな感じで聞こえますよね。ウークイナーチャ、まあ至るところで、エイサーをやられたりとかね、ここ読谷村の方でも各自治会の方で、自治会のねエイサー祭りを行われたわけなんですが、読谷村においては高潮通り会の、高潮通りエイサー天国というのが開催されましたね。本当にたくさんの皆さん方が奇跡の300メーターっていうねおっしゃってましたけど、まあ奇跡の1マイルの国際通りにかけまして、ここ読谷村から復興したのは高潮交差点ね、旧読谷村役場が立ち上がり、そこから各自治会の皆さん方が復興を遂げてきたという、そして高潮通りというね商店街ができたのも私たちの小さい頃の思い出にあるわけなんですけど、今はちょっとね若干ちょっと寂れてるのかなと思ったりもしますが、ただ昨日だけはすごい人の盛り上がりでございまして、さらにはこう綱引きを今回初めて行ったということで、参加型のイベントとしては最高潮の盛り上がりを、示したのではないかなと思いました。そういう意味ではね、新たな試みを、やっていただきました観光協会商工会の皆さん方に本当に私たちも感謝したいですね。さあ、お送りしていきますユンタンジャー出番でした。今日も1時間お付き合いください。お相手はなくせんとまるです。ゆたしくうにげさげら。さて、お送りしていきますユンタンジャー出番ですよ。今日もゲストを迎えての1時間お付けください。まあ、先ほどエイサー天国の話題などお伝えしましたけど、本当にいろんなイベントでは、そのイベントをですね盛り上げるために数々の工夫をなされています。そして、イベントを行うにあたってはその裏方役の皆さん方、本当にご苦労なされてますね。私たちは表の方しかね見ることができませんけれども、本当に、時間をかけて、手間暇をかけてね、イベントが作られていく、まあそういう意味ではね、成功するイベントの秘訣っていうのはまさにそこにあるのではないかなと思ったりもしますね。さあ、そこで今日はですね、その手間暇をかけている、若者がおりましてですね、昨年、このイベントに出会ったわけなんですけども、ぜひ次回は、フェメタンでも紹介しましょうということでね、お声掛けしましたところ、本当に、覚えていただいてですね嬉しいですね。声がかかりまして、私たちフェメタンもご講演をさせていただくこととなりました。それで今日はゲスト出演ということでお二方来ていただいております。自己紹介してもらいましょう。この方々です。どうも、沖縄フープタイムの日賀と申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。そして、はい、同じく沖縄フープタイムのネロメと申します。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、日賀さんとネロメさん、お二方来ていただいておりますね。いいですね。ちょっと緊張してますよ。
なんか見る限りさっきあの控え室に座ってる時となんか全然雰囲気が違ってるんだけど、やっぱマイクの前に立つと緊張しますね。あ、まあでもほらいろいろねイベント紹介とかやってるから、まあどうにかしてるんですけど ね、やっぱラジオとなるとちょっと違うから、はい、中曽根さんのオーラが、うん、何を言う緊張感を持たすというか、いやいや、まあよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。さあ、沖縄フープタイムということで、先ほどね、はい、あのご紹介ありましたけれども、お二方、はい、まずイベント、どういうイベントなのかということをね、かいつまんで、ぬるめさんの方でいいかな、はい、はい、紹介をよろしくお願いいたします。わかりました、はい、ですね、沖縄フープタイムプレゼントのティップオフというイベントなんですけど、うん、これはあの地域の学生のちょっとチャリティーイベント、あの部活費用応援ということでチャリティーイベントなんですけど、地域の学生 の、 あ の、 い、うん、の試合と一般の試合など、はい、いろいろあのエキシビションマッチとか、はい、いろいろアトラクションを交えながらイベントを行おうと思っています、うん、今。そうですね、バスケットに、はい、またバスケットの、うん、バスケットになります、うん、3-on-3 で今オリンピック種目にも、うん、あの登録されたんですけど、うん、その3対3をイベント化した、で一般向けに、はい、で3-on-3 のバスケを一般でやるんですけど、うん、このまあ、ここでイベントで出た収益の方の一部を、うん、運営費を除いた以外の一部を、うん、その子どもたち、開催地域の子どもたちにチャリティーするっていう、で去年も一回やったんですけど、うん、そうでしたね、はい、去年8月ちょうどこの時期ぐらいですかね、うんうんうん、にやったんですけど、その時もバスケットボールを、5校あって石川地区でやったんですけど、うん、5校あって男女なので 2-4-6、うん、で 10チーム10チームにボール1つと、うん、あのボールバッグ をどうにかなるほどチャリティーするできることができました。できたんだ、はい、どうにか頑張りました。嬉しいな、こういうね若い方々がもう自分たちの本当にこう、ね、皆さんそれぞれなんかバスケットされてるということをね、はい、聞いたんで、その自分たち の、 その趣味と実績を兼ねたって言ってもいいかな、うん、なんか本当にね好きなこと で、うん、そうですね、また第三者に喜んでもらえる、うん、これかっこいいよ。それも間違いなく僕も30になったんですけど、うん、やっとそれが分かりました。あの20代前半の時はやっぱ好きなものだけをやってたんですよ。バスケットだけやって、うん、まあ、好きなものだけをやってたんですけど、うんうんうん、まあ、それだけかってなっちゃうんで、うん、30過ぎてからは何か、うん、まあ、好きなことをやりながら残せることがあったらなってちょっと思ったんで、うんうん、なるほど、まあ、じゃあもうシンプルにバスケットしてる子にボール送ることをやろうっていうの で仲間はみんなあの、うん、賛同していただいて、うん、それでできたことなんですよ。かっこいいじゃないですか皆さんね本当にでも本当にね皆さんそういう方々っていうのは、うん、本当に地域のためにっていうことで、別にそのなんていうのかな、本当に金儲けのためにとかいう問題じゃなくてね、うん、仕事をしながら、自分が好きだからこういうことしたい、それをこう残したいという、うん、今おっしゃってたのがこれが本物かなと思ったり、ね、本当にそこだよな。そうですね、あもう先輩ありがとう、おじさんありがとうみたいなもんだよね。そうですね、本当にあのお互いが学生の頃にもしかするとそういう経験があったかもしれないけど、うん、今の子供たちにそういう経験をねやっぱりさせたいなっていうのあるでしょ。ありますね、でやっぱずっとバスケットをやってきたんで、うん、もう本当に野球もせずバレーもせずって、うん、もうずっとバスケットだけやったんで、はい、まあ、バスケットを続けて何かができたらってあったんで、うん、やっぱ他のチャリティーではなくて、まあ、皆さんいろんなチャリティーの仕方があると思うんですけど、ね、うん、僕らができるのは何かってなったらやっぱもうバスケットで、うん、どうにかバスケットをやってきたんだ、このスポーツにも恩返しっていう意味で、その バスケでチャリティーできたらなという考えでした、うん。でもこれ、まあ、バスケットでね試合をさせてそのお金をもらうっていうね、そのいわゆるなんていうの、ほら歌謡ショーとかだったらさなんか普通にあるさ、あ、ね、お金払って、まあ、見に行く、まあ、チケット聞きに行くとかね、あるけど、バスケットの試合を見に行くっていうのはあんまり巷ではないじゃん、うん、そうですね、よく言えばそのほらなんかトップリーグなんかあ、あ、キングスとか、キングスとかプロですね、そうそう、ああいうのはな最高ですね、もうすごいお金払っていくっていうのも、うん、当たり前、俺なんか最初の頃は金払って試合見る場みたいな感じで体育館で見れるならにってみたいな、やっぱそうですよね、そうそうそう、沖縄ってバスケットが多いんで逆にどこでも見えるっていうのがあるんで、結構そのチケットにすると入らないっていうのがなかなかあるんですけど、うん、まあ、僕たちのイベントもそういう意味も兼ね合いで、うんうん、まあ、プロではないので、うんうん、観戦は無料になってます、はい、あ、そうなの、そうなんですよ、あれ、じゃあどんなしたら、そうなんですよ、いろいろあるじゃないですか、また結構大変ですよその辺をいや大変だろ、作り出すのが本当に大変で、え、無料なのこれ、完全無料です、へ、完全無料です、びっくりした、俺入場料もらってると思ってた、いや取ってないんですよ
だからもう観戦も無料なんで、去年も1200名ぐらい来てましたね。今日2時間くらい延長しようと。ありがとうございます。無料がためにそうなんだ。いや、オブカン本当無料で、いや、あの、いや、有料でやっていて、でそれでそのチャリティーでねやってるって思ってたから、うん、そうなんですよね。本当はそこも行きたいんですけど、やっぱり難しい。ちょっとそこをさ深掘りしたいんだけどさ。全然深掘りしてください。何も出てこないですよ。どんなやってじゃ金集めてるの？そうなんですよ。チャリティーだから ここはもうやっぱ地域の皆さんの協賛金が一番大きなお金になりますね。なるほどね。だからやっぱ地域の一体もないと僕たちだけではできなくて、うん、いや、これまたいいことだな。僕たちは企画こういうのをやりたいですっていう形は作るんですけど、やっぱり中身に賛同していただく企業さん、お店の皆さんとか寄付とかも募って、でそれでじゃあ運営費の例えばまあ会場設営にかかるものだけ引いて、あの残りをじゃあそれボールに当てようとか。なるほどね。でやっぱまあ僕もそのバスケットやってたんで、中途半端なやつをもらいたくないっていうのが気持ちがあったんですよ。だからまあこのみんなで話してちょっとしたものをあげるよりは、まあ、ボール1個は大きい金額だし、もうボール1個年に1回もらえたらいいよねっていうので、まあ、それをどうにか捻出するのに頑張って、やっぱ企業さんたちにも説明して、あの安いものをあげるっていうのではなくて、まあ、高いものをあげてるわけではないんですけど、やっぱ意味のあるもの、この練習で使うもの、ボールってやっぱり必ずないとできないものなので、じゃあボール1つちょっと高いけどどうにか頑張って協賛を集めてっていうので、まあ運営のみんなが頑張ってるっていうのもあるんですけどね。いや、そうだろうな、はい、もう全員が頑張ってるような感じで。いや、もうそうだと思うよ、ね、この仕組み作りもそうなんだけど、実際にそれを運営していく、しかも俺実はちょっと欠けてたところはあるわけ、はい、今年に、はい、やっぱりほらなんていうのかな、俺の目線で失礼かもしれないけどさ、若い人たちが、まあ、こういうイベントをやるって、はい、俺まさにいいなと思ったよこのイベント、はい、すごいなって思っていて、あの時ねお話しさせて、去年ね、話させていただいたんだけど、はい、その時にこいつら本物なのかなと、ただこう自分たちがやりたくてこのイベントを作ったんじゃないかなっていうのもちょっと思ってはいたわけよ、正直なところ。ありがとうございます。でも翌年2回目できるんだったら本物だなと思ったんだよ。その思いが続くかどうかっていうのはあるじゃん。1回目ほらみんな頑張ろうって、ね、今取り盛り上がるでしょ。1回目はみんな盛り上がるわけよ、協力もすらくたくさん、でも2回目から、2回目が大変だわけよ、本当に協力できる人っていうのが残ると思うし、本当に協力したい人がまた集まってくると思うんだよ、ね、ね、これは本当にイベントや僕もいろいろやってきたんだけどさ、本当にそう思うわけよ、もう今日来てよかったですね、その話だけど鳥肌がこれラジオで。いや本当に、そう思うから、とっても頑張ったんだろうなってすごい思う、今のメンバー、この2回目のメンバーっていうのは、本当にこのメンバー大事にしてもらいたいなと思うし、ぜひ続けていきたいし、我々 FM タも本当にね、開催地はね、いろんなところで行われるということで、前回のね石川地区で行われたっていうこともありましたけども、私は応援するよっていう話をしたのは、なぜかというと今はもうなんかその読谷とか石川だからとか那覇とか関係ないと思うわけよ、うちの絵を飛行機乗って行かない限りはよ、行けるさ、行けます、ね、絶対な、だからそういう意味ではやっぱり広くね、お伝えしていってもらいたいし、私たちもまた、FM タウンでありながらもやっぱりこうラジオ聞いてる本当に中南部の方々、ネットをご覧の皆さん方にとっては本当にもう全県以上の本当に国内海外含めてやっぱりこうネットを見ていただいているので、そういう意味ではここでやっぱりこう PR をすることによって皆さんのイベントに応援できればということを思うのでね、ぜひね、やっぱりこういう、なかなかね、希少価値の高いイベントなので、ないじゃん、ほかにね、ありがとうございます、本当に。バスケットのね、しかも 3on3 という、ね、3on3 です、これ、もう見てきていただいたらもう分かると思います。これ、ね、これ 3on3 って言っても、多分ね、おじおばなんか分からんはずだからさ、ですよね、きっと。ヌエが 3on3 で、バスケットは聞いたことあるけど、なんか 3on3 っていうのあると思いますからね、この後 CM 挟みましてね、はい、そのまたイベントの内容、より詳しくね。伺っていきたいなと思います。いやでも本当にね、今日来ていただきました、本当にこの沖縄、なんだフープタイムです、フープタイム、ね、フープタイム、はい、の皆さん方がね、本当に企画をされておりますバスケットの、イベントなんですけれども、 3on3 というイベント、観戦無料と、僕ここに今日ヒットしましたけど、観戦無料でね、参加できるということでイベントを開催する、その模様をですね、今日は1時間にわたりまして彼らの本当に心底心の思いをですね、伝えながら、彼らにもまた、ラジオで力を与えていただければというふうに思いますので、ね、ラジオ機の皆さん方ぜひ機会がありましたら足を運んでください。詳しくは CM 後でお伝えしていきたいと思います。今日は沖縄、フープタイムから、日賀さん、そしてネロメさんのお二方をお迎えしております。よろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。もう
大丈夫だからね。大丈夫ですか。一回シェルス挟んだら。はい、頑張ります。ということで小林さんです。お待たせいたしました。 CM 明けまして、本日は、沖縄フープタイム、そちらの方からですね、比嘉さん、ねるみさんのお二方来ていただいております。なんですか、フープタイムです。あ、これ T シャツ。あなるほど、かっこいい T シャツ着てるな。またマジですか、ありがとうございます。なんて書いてあるの、これ。沖縄フープタイムで、いやここはわかるよ。ここはわかる。ロゴの部分ですね。ロゴロゴ、これなんで、これこれ3を逆にして3オン、あー、なるほど。 N に O がかかって、ね、リングが入ってるんだ。 で、ね、で、3 on 3で沖縄。あ、かっけー。じっくりこっちにバスケットボールもあるんですけど。おー、なるほど。おー、ナイスな感じ。これをプレゼントあれ、俺に今度持ってきましょうかな。ちゃんと準備していやいや、でまたねるみさんのもの、これは会社の。あ、普通の。あ、そうそう、会社運営なされてるんだ、皆さんはね。はい、会社が大空という会社、はい、なんか珍しい会社だ、大空って名前。そうですね、大きい空って書いて大空なんですけど。大きい空の大空、はい、これまたかっこいいね。なんか社長がなんか空海が好きで、その海、この空とかそういうのを入れたいとか言ってたんで。なるほど。そうなんですか。比嘉さんは代表補佐というふうになってますね。そうですね、ちょっと、はい、社長さんの補佐をする立場の補佐になってますね。なるほど。へえ、かっこいいね、大空っていう名前もね。ありがとうございます。これで大空だったらちょっとよくありそうですね。失礼ですね。いやいやいや、あ、よかった、俺がいいだから。自分で言ってくれて。よくありそうだよなと思ったけど、まあ、大空はまあ ね、よくありそうだよ。かわいい名前ですか ね。それをね、アルファベットで、記されているわけなので、その、まあ、会社全体でもこのイベントをね、もうバックアップしてるっていうことで。そうですね、はい。で、ねるみさんはまた企画営業ということで、はい、その会社の方で一緒にされてるということでね。はい、いやいや、
いい会社だね。ありがとうございます。こういうイベントをできるっていうのはね、やっぱ褒められることは嬉しいことですよね。いやいや本当ですよ。いや俺もたまに褒めてるんじゃ逆にね。いやもういつも本当にありがとうございます。本当に助かってます。全部去年からもうありがとうありがとう、まあ、もうこれは中学生からですね。あと一回くれて、あそうそう中学生からお世話になってますからね。そうだったね、びっくりしたね。中学校の時俺もともと旅行業の添乗員だったんですけど、ツアーコンダクターで、やってる時に、中学校の中学生でね、中学生ですね、中3でしたね。修学旅行で俺が連れて行ったという、もう大好きな添乗員がいると思ってその時やってたんですけど、まさかここで本当に出会うとは思わなくてちょっと本当にびっくりした。去年の出会いそうでしたね。出会いでたまたま話してたら石川中みたいなえってもうマジに見られたからって、ね、マジでしたね。もう自分本当好きだったんで、かなり一緒にこの修学旅行一緒に歩いてとっても楽しかったわけ、でこの話をしていいのかと思ったら、まあ、それは置いてきましょうね。思い出もあるし。さあということで、先ほどちょっと CM 前にお話ししましたけど、バスケットのイベントをね行われるということで、根上さん大事なことを忘れてました。いつ行われるのかと。あそうですね、はい、日時の方をちょっと紹介させていただきます。はい、先にそれからいきましょう。はい、いきます。ではティップオフですね、日時、今月ですね9月10日もうしあさってですね、と14時開始で、もう12時からオープンしてるので、どんどん皆さんも本当に見に来てください。あなるほど。で場所は石川会館前、うるま市の石川会館前の駐車場スペースになってます。なるほどなるほど、はい、結構大きなスペースなんですよ。ですね、ちょっとね、大きい大きい。で、まあ、12時から空いてるっていうのは、出店も周りにあるんで、はいはいはい、もうお祭りのような、さっき企業が協力してるっていう話しましたね。はい、はい、そうですね、いろんなお店のもう出店さんもあって、15店舗くらいあるのかな。結構あります。結構あるね、15店舗って。結構あるんですよ。去年が10店舗ぐらいだったんですけど、8店舗ぐらいだったんですけど、今年はなんか募るといろんな企業さんが、お店の方々も協力していただいて。なるほど。ちょっとこれじゃ分かるじゃないですかね。15店舗、じゃあもう12時ごろ来てお昼食べながら、そうですね、飲みながらみたいな感じで、はい、いいんだ。はい、でイベント無料なわけだ。無料ですね。周りの出店業者さんでもうお昼食べながら本当にイベントを待っていただいて、バスケットが2時から、まあ、最初は予選とかなんですけど、本戦がちょっと暗くなり始めてか夕方ぐらいから本戦が。14時間結構長い時間やるんだじゃん。長いですね。8時半をめどに終了にはなってます、そうなの。ちょっとスポーツイベントなんで時間が押したり引いたり逆にあるとは思うんですけど、およそその時間まではやって、ね、9時にはもう終わってます。なるほど、ね、9時に見に来ても多分もうみんな帰ってる状態を。じゃあ昼夜食べれるな。あ昼夜食べれますここで昼夜で出店も結構本当に今数えたら19店舗、ね、おわすごいな。あるんで19店舗もう飽きないんじゃないですかね。なるほど。かき氷から何から普通の美味しいご飯から、じゃあもうお昼おやつ夕飯そうです、ね、夜食持ち帰り持ち帰りまでいっぱいできると思います。いっぱいできるね。あで一人当たりまあ、最低でも4000円持ってきてほしいね。多いっすねこんなに使っていただいたらもう周りの店舗も喜ぶんじゃないですか、ね、いやでもね無料でこう見れるわけだからね、そうですね、店舗さんのご協力あってからこそだから、ぜひ店舗のね、売り上げの協力をお願いしたいですよね。お願いします、はい、さあ、そのうるま市石川会館の方で行われます9月の10日午後2時からということでございますのでね、はい、その、まあ、開催されるイベント、さあバスケットのイベントっておっしゃってましたけども 3on3、はい、3on3 これをちょっとご紹介いただきたい。どういうちょっとゲームなのか、ですね、まあ、先ほどもちょっと言ったんですけど、オリンピック種目になった、バスケットって本当は5対5が主流なんですけど、なんかここ最近外国で3対3が流行り始めて、でこれオリンピック活動にオリンピック種目にしようってずっといろんな方が活動してた。普通 3on3 ってさ、一つのリングに3名でなんかこうやや投げるんじゃないの。一つそうです。もうこれ過去では練習の、あ練習なの、過去は練習だったんですけど、5対5の練習の前に3対3で練習しようかっていうハーフコートで、そうなんだ、がこれが本ちゃんの大会になっちゃったみたいな。あっていうことは何、えじゃあその、グラウンドじゃなくて何、バスケットコートですか。バスケットコートは同じなの。あそうです、一つのコートで、はい、大きさは一緒ですね。5名がただ3名になったっていうだけ。そうですね。でハーフコートなんで、あこれもハーフコートね、あびっくりした。 5名だったらオールコートでもう一つコートができると思うんですけど、3名で、はい、こちら3ハーフコートでやるような形ですね。これはじゃあなんかゲーム的にはなんか先行高校みたいな感じあります。あやっぱりやっぱ先行高校が もちろんさすがだな俺いい攻め方みたいな。なるほど、こんな感じで、はい、はあ、これチームって結構あるんですか県内。結
結構掘れば掘るほどいっぱい出てくるんですけど、ちょっと僕らの身の回りで今回は地元開催なんで、石川の人たちだけで集って5チーム、5チームで、子供たちが確か6チーム、6チームですね。あ、じゃないな、男子が4いるんで10、合計10ですね。子供たちだけが10チームいて、まあ大会は別なんですけどね、学生は学生の部門と一般は一般の部門 で一般が5チームで、予選を最初に総当たり戦でやって、最後トーナメント、総当たり戦なんだ。総当たり戦ですね。予選は総当たり。それは総当たりで勝ち負け点数、勝敗でトーナメントの位置が決まって、シードの、やっぱ5チームなんでシードが、シード権が1個あるんですよ。とね、そこに移動して。結構じゃああれだね、予選から見た方が面白いね。まあ確かに予選から見た方が、ね、あのチームを応援したいな。そうなるよね、思うかもしれないです、ね。へー、なるほど。今男子とか言ってる、女子もいるの？女子もいます。実はなんか石川の宮森小学校が全国制覇したメンバーがいるみたいで、 3on3 で、いや、バスケットで、5対5ですね。5対5でミニバスケで、へー。でそのメンバーの残りが石川の中学校に行ってる子たちがいるん で、うんうん、でその子たちも結構レベル高いんで、その子たちもなんかバスケット3対3バージョンでやるみたいな。でそれに賛同してウェルネス学校っていうバスケ専門学校があるんですけど、そうなの、僕も最近知ったんですよ。もうバスケしかしてないんですよ。そのスポーツ学校なんですけど、あ、そうなんだ。それが石川地区にあったんで、はあ。でその中学校さんが良ければ、ウェルネスさんも紹介しますけどっていう話したら、もう石川中の子供たちはやりたいやりたいって、やっぱ高校生だろうと倒したいっていう気持ちがあるのか、はあ、すごいね。逆に向こうから申し出を出て、まあ、ウェルネス高校も参加することになりました。参加すること、はい、はあ、その学生の部分も見どころだと思います、うん、はあ、なるほどね、はい、面白いね。なんかね、先ほどオリンピック種目になったって言いますけど、はい、本当にそのなんかスポーツがだんだん本当にオリンピックの力ってやっぱり何やかに言ってるけどさ、ああいう偉い人たちは、やっぱり我々にとってはさ、本当スポーツが身近になるよね。うん、そうですね。そういう意味ではね、この一言だけでさ、そうですね、違うじゃん、オリンピック種目になりましたよっていうだけでね。なるほどね、そのゲームがまあ行われるということで、はい、しかもそのね、夜までということでしたけど、先ほどなんかそのあの石川会館の、その駐車場、大きい駐車場でやるということなんですけど、このライトアップとかなんか照明とか大丈夫ですか？そういうのもちゃんと準備して、もう自分たちの得意分野ですね、そこは。あ、もう照明と音響もう担当してるんで、こちらも本当にもうこの資料見ていただいて分かるんですけど、本当にもうピカピカ、もうなんて言うの、シュートが、なんていうの、シュートが入ると、はい、まあ明かりがチカチカしたり、まあそういう演出もやっぱあるんで、だんだん日が落ちてくると決勝戦にしていこうかっていう考えで、かっけー、まあ、日が落ちてもその明かりの演出が入ってくるので、うんうん、そこも見どころの一つにしてほしいなっていうので。なるほど、そういう演出がまた会場を沸かせるんだね、はい、で会場は爆音状態なんで。なんで爆音状態？もうスピーカーもあって、うん、で DJ さんが回しながら、で音楽もかかった中 3on3 バスケをやってるって。そうなの、はい、結構新しめなイベントだと思います。こういったここ3年前ぐらいから。じゃあもう踊りながらみんな見てるっていう感じ？そういう人もいるんですかね、うん、まあ、後ろの方とか踊ってる人もいれば、まあ、女の子とかビキニで踊ってたりとかどうなんですかね、そういうイメージはちょっとなかなかないんですけど、大きな人はあんまないよや、あってほしいな、あってほしいな、ね、まあ、わかんないですよ、後ろの方で外人が踊ってるかもしれないですよ、ね、中の瓶ビール持ちながらやコロナビールとかや、そうです、ね、あんなの持ってビキニのハーフパンツの女の子のなんかそこで俺でごめんね、ちょっとプライベートな部分に入ってかなり入ってしまってイベントとかけ離れてしまったようです。 CM で話しますかもうめちゃ俺下げてすいません。いやでも本当にね、楽しそうなイベントで、そういうじゃあ音楽 DJ も入れながら、はい、音楽 DJ もいながら、かっこいいね、はい、照明もチカチカしながら中ではバスケットを一生懸命やってるという、はい、素晴らしい。いやぜひね、これあの俺の要望、読谷で開催したい。あ、嬉しいです ね。これ去年も話したんですけど、ね、本当に読谷で開催したいです ね。よし、じゃあこっち来る時から思ってました。こんなに太陽がカンカンで、おぎど予防なコマーシャルです、乗っちゃいました
はい、お送りしておりますユンタンジャ出番ですよ、今日のゲストは沖縄フープタイムから、お二方来ていただいております、日賀さん、ネロメさんのお二人でございましてね、大空というね、会社のメンバーでもあります。そのイベントね、素晴らしいバスケットのイベントなんですけども、今回沖縄フープタイム、まあ、会長さんが山城和正さん、はい、ということでご存知ですか。もうやっぱり俺のね兄貴分ですよ。あ、そうなんですか。もう本当にいやらしい男ですけどねとても明るい人ですね。確かにそんなことない、そんなことない。もう俺がね、20歳の時からの、うんうんうん、もう兄貴分で、あ、はい、もう山に山にって言って、うん、山に山に、あ、いいですね、行ってね、もう本当にずっと一緒、商工会の青年部で、うん、部長されてて、その時その俺青年部に入ってなんです、ね、そうそうそう、あの時からもうお世話になってて、あ、もう偉い方です。結構じゃあもう古いお付き合いですね。完全にもう完全に古いね。あ、すごい、薄いけどね薄いけどねって面白いっすもう7年石川でね仕事をしていたので、その7年間はもう本当にもういつも一緒だった。もう何するにもイベントとかでもいつも一緒でね、もう本当にそういう意味では山城和正さんはとてもお世話になった方なので、もうこの名前見ただけでもね、あ、もうはは頭下げたくなる。僕らもありがたいですもう本当にでもすごいね、山城さんがねそういうふうに、会長をやっていただいてね、フープタイムのイベントができたということでありますので、まあ、バスケットっていうね、本当にその、野球とかね、そういうものに比べたら本当にちょっとマイナーな部分はあるんだけども、うん、今やその先ほどお話出ておりましたキングスとかね、うん、本当にこうバスケットファンにとっては、まあ、いろんなそのイベントが、出来上がるっていうのはとても楽しいことだと思います。本当に全県からね来ていただきたいと思いますよね、うん、3on3 のイベント、9月の10日、来たる日曜日に開催されます。ぜひね足を運んでいただきたいと思いますね、午後2時から石川海岸、うるま市石川海岸の方で行われるということで、これ駐車場でっておっしゃってましたけど、あ、雨とかなんか心配さ、そんなのどんなの、ね、まあ絶対晴れるんですけど、うんうん、晴れ男がもう 5,6 名ぐらいいるんで、うん、絶対晴れるんですけど、絶対かなるほどね絶対晴らすんですけど、あ、まあもし最悪雨がちょろっと降った場合は、うん、石川市民、石川会館の中にバックアップコートを作ってあります。なるほど、さすが。そこももう照明とかあるんで、へえ、チカ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 、へえ、同じような、そうですね、もう同じような雰囲気でできる、はい、ちょっとそこだけ飲食だけがちょっとあのロビーになっちゃうんですけど、あ、なるほどね、ロビーでちょっとやることになるんですけど、うん、まあ全然、うん、はい、やっぱり外の方がいいんではあるの。外がいいですね。外がいい、やっぱり沖縄はこの雰囲気を今もう見えるんですけど、うん、サニーが、ああなんで英語、なんでこれ英語だよ、ね、コロコロ、確かにこういう青空の元でね、最高ですね、やりたい、ね、そうですね、やっぱよあの青空をベースにベースに、なるほど、やっぱこう、やっぱりこうなんトワイライトっていうか、その青空からその夜にこう変わっていく時っていうのもまた、ね、こう最高ですね、飛び跳ねる、なんかこの雰囲気が、雰囲気やばいですね、バスケットコートにこう、うん、上を目指すっていいね、バスケットって ね、はい、いいね、ある意味ねそうですね、シュート上、ね、上を向いて歩こうみたいな言っちゃったみたいななんすかこの誘導みたいなやつなんかもう本当にもうトラップって感じだったけどいやでもいいね、まあでもそういうね、うん、イベントをね開催されるということでありますけども、先ほどね、まあ、ちょっとお話ししてましたけど、こうやっぱり協賛企業の皆さん方ね、それからまあ、12時から開場されるということでね、オープンになるということありまして、うん、夜8時半頃まで、行われるということでございましたが、はい、せっかくだからさ、ちょ思いつきで申し訳ないんだけど、はい、ネロさん、出店業者をさ紹介してくださいよ。いいね、ありがとうございます。そしたら喜ぶじゃん、企業の皆さん方もね。ありがとうございます。うん、はい、お願いします。これどこ向きから行く？どこから行きましょうか。うん、右向きがいいかな。どこか右向きって。右向きどうしよう逆にと思って。じゃあ左から、はい、お願いします。そうだね、はい、じゃあカモンさんですね。はい、江戸フードサービスさん。江戸。枝あ、読みたんだよ。そうですよね、枝、枝フードさん、また読みたん商工会青年部長ですよね。あ、ありがたいね、読みたんの方が視察に来てた、来てるようなもんなんで、あ、青年会長さんですよね、やるよ、はい、部長ですよね、部長です、部長さんですよね、そう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 、はい、枝さん、はい、そして枝フードサービスさん、うん、グッドグッドチキンさん、うん、もう一回戻るか、あ、枝フードサービスさん、はい、読みたんのもう大好き、読谷の、はい、部長がもう視察来てるんで、絶対来年は読谷の開催が、
あるな。ありますね。間違いなく。どこだった？何？エダフードサービスさん。うまいですね。続けよう。じゃあ次行きましょう。グッドグッドチキンさん。うん。で、アマショーさん。アマショーさん。健坊屋さん。おお。で、サンパ農園ですか。ヤマパ農園さん。へえ。で、プラスプラスさん。うん。ヤングドリームスさん。うん。アリスサロンさん。うん。でティップオフです、ね、ティップオフのオフィシャルがあって、うん、でスーパーデビュー、はい、ティップオフっていうのは皆さんのイベント？そうですね、僕らのイベントでも一応こういうところでも、うん、あの資金造成のために、うん、なるほどなるほど、何売るの？ティップオフはビールとかですね。あ、そういうの、ビールとか、まあ売れたらフードをちょっと出したいなと思ってるんですけど、うんうん、なるほどなるほど、はい、基本はもうビールような感じになってます、うん、はい、アルコールもいけるんだったら最高だな。あ、もう安いっすよ。そしていや、マジ？はい。ちなみに、まあ、居酒屋とかであるなんか10円ビールとかあんな感じ？もうこれ以上上に上がれないじゃないですか。ごめん、冗談じゃない。怖いです、怖いです。普通ね、普通にね、普通に、普通に安いっていうね。はい、どうぞどうぞ、はい、イベントだからね。スーパースポーツゼビオさん。あ、ゼビオさん、はい、ゼビオさん。で、マンチカンさん、うん、で、ヨナシロショーミニバスさんですね。あ、資金造成、資金造成で、はい、あ、こういうのは協力してあげたいね、はい、で、コメスパーラーさん、はい、で、キングスさん、はい、で、あ、ボルティックスアートさん、うん、で、テルヤゲームさん、はい、で、ヘア中学校、あの資金造成、あ、資金造成ですね、うん、で、ウェルネス高校さんですね、うん、で、最後にエダフードサービスさん、はい、なんか狙い方が下手な。無理やり絶対欲しがってるなと思いました、これは。あ、来る前に、いやいや、ありがとうございます。はい、もう嬉しいね。俺、エダちゃんあったら一徳さんや。6回くらい行ってたよ、みたいな。巻き戻ししたから。なんならグンドグンドチキンさんもラッキーだ。だよな、巻き戻されてな。グンドグンドチキンってもう一回言ったから。もうこれ来年協賛金増えるかもしれない。お願いします。助けてください。いや、でも本当にね、そういう企業の皆さん方ご協力いただいてね、はい、ありがたいです、本当に、その協賛企業の皆さん方が喜んでいただくのは、やっぱりたくさんの方々が来ていただかないと、うん、はい、消費してもらえないわけだからね、はい、まずはたくさんの方々をお招きしないといけないということありますね。さらそこにはまたいいイベントじゃなきゃいけないということで、かなりの、冒頭申し上げましたけど、やっぱりこう、本当にこのスタッフの皆さん方が本当に努力をなされて、先ほどもお話ありましたけど、単なる 3on3、ゲームを見るだけではなくて、そこは演出として、音楽であったりとかライトアップであったりとかね、会場のことをしっかり来ていただく皆さん方が楽しんでいただけるように、作られているということで、本当にそういう、思いがあるなという感じするんですけども、またどうしてこういうイベントっていうものになったのかっていうことをちょっと根幹を知りたいですね。掘ってきますね。いやいや、だってさ、掘ったらもう、ね、金ももらわない、うん、簡単さ、入場料もらったら、そうですね、うん、そうなんですよ。どうなの？そこやっぱ僕ら運営でも悩むとこだったんですけど、うん、やっぱお金を取るってなったら、うん、なかなかこう足を運んでくれる人が少なくなってしまうっていうのがあって、うん、で、またキングさんみたいに僕らはプロではないので、うん、まあ、ストリートでやってるような連中なんで、うん、お金を取るまではできないっていうのが正直あって悩んだんですけど、うん、やっぱ無料にすることで祭りってやっぱ楽しく、人が多くなったら雰囲気もいいんで、まあ、そこはじゃあ無料にしようかっていうので、雰囲気を一番最初に持ってきましたね。祭りというコンセプトで来てるからなんだな、はい、祭りってそのね、無料だからね、基本ね。そうですね、祭りはもう足運んで、もし面白くなかったら帰れるし、そうそうそう、お金払ったらなかなかやっぱ帰りたくないじゃないですか、お金払ったしじゃあもう見とこうかって、いやいや、でもや払ったんだしってなるかもしれないですけど、もうここは祭りなんで一度見に来ていただいて、うんうん、それから釘付けになったらもうずっといてもらってっていう感じで、ね、いや、でも本当すごい、本当にね、僕も本当残念なんだけど、本当にもね、今回もちょっと行けなくてね、もう資料だけを拝見してるんですけども、え、来ないんですか？いや、本当にラジオでとりあえず行っとかないとね、釘刺すとこ行かないっていうことを早いですね。なんか密かに数見しに来てください。もうね、本当はね、まあ、こういう放送の中ではね、大体のもうこういうパーソナリティとかアナウンサーのこと、いいですね、ぜひ行きますよっていうね、いうのがパターンだけど、もう行けないっていうこと最初に言っちゃうみたいな。それはそれで気持ちはいいっすね。まあ、あ、もう来ないのかみたいな、席だけ準備しときましょうね、逆に気まずくさせてやろうみたいな。写メ送ろう、ね、そして一番辛いのはそれ。公演になってから、やっぱこういうのほらするとやっぱ代表だから一応案内が来るわけですよ。で、来るけど、エビみたいな席あったけど、いや、呼ばれてなかったのかとか言われたら、行けなかったって、え、呼ばれてるの行かなかったわけみたいな、あれが言っちゃつろいね、ああいう時言われるのがね。じゃあそれやりましょうね。いやいやいや、
さあということで今日実はあの先ほどねチップオフっていうねあのコメントが出ておりました。イベントの名前がチップオフという。そうですね、うん、発音が中曽根さん良すぎてチップオフになってるんですけど、うん、僕らの発音ではティップ、ティップオフ僕らの発音ではティップオフ。何あのアメリカとかほらそれチップあれのチップオフじゃないの。いやじゃないですよ。チップ払わなくていいよっていう入場料払わなくていいよって、それチップオフじゃないの。違うの。ちょっとなんか王になっちゃいました、ね、あそうね。いやでも違う違う、どっちなんだ。あティップオフです。ティップオフ、ティップオフ、多分 手の意味ですかね。ティップオフ。へえ、ティップオフっていうの。はい。あなるほど。 なんでティップオフっていう名前にしたの。ティップオフは、うん、サッカーでいうとキックオフ、うん、あサッカーのスタートする瞬間、キックオフってよく言うね。キックオフみたいなこと言うじゃないですか。でバスケは蹴らないんで、あティップで、あティップ、あ当たってる、当たってます。ティップで当たってました。ティップで当たってるんだ。あティップオフなんでバスケットはティップオフでスタートします。あそうなんだ、はい、ジャンプボールですね。へえ、それがイベントネームにさせていただきました。かっこいい。あなんとですねステッカーもありましてね、はい、あかわいいステッカーですけどもね、ブラック&ホワイトのね、はい、それぞれ、種類がありますけど、このシール今日ねあの4枚いただきました。はい、1人ずつにあげたいと。1人ずつこの1枚のステッカーをもらいにわざわざエレベーターもね、しかもエレベーター使って3階に上がったら赤字だよ、これ。管理会社に怒られるかもしれない。そこまで計算されるんですね。さすがですね、もう。いやいや、まあ、とりあえずまあね、お好きな方、実はもう一つ、はい、これが欲しいなと思ったんだけど、これいいんじゃないですか。これ、90年図のカーニバルを思い出させるような。ね、なんて言ったっけ、これ。これもリストバンド、リストバンドね。うん、ね。これもまた、なんか蛍光カラーで、ちょっとおしゃれな。感じでありますけどもね。先に渡すの忘れてましたけど、これはプレゼントです。あ、俺に。はい、あ、ですか、ありがとうございます。よりなんかよく説明できそうな、先に渡しとけって感じだったんですけど。いやいや、ありがとうございます、はい、ね、ティップオフ、ティップオフですね。ドンリミットユアチャレンジです。また発音がいいんだな、かっこいいね。アメリカみたいだね。あれドントリミットユアチャレンジって言おうとしたのに、チャレンジス、チャレンジス、チャレンジ。あ、そうなん、かっこいい、はい、これはね、あります。この意味もあるんですよ、うん、これまた、まあ、このティップオフにかけた意味があって、うんうんうん、Don't limit your challenge っていうのは、うん、まあ、自分のチャレンジ、挑戦に限界を決めるなっていう、自分の挑戦にもう限界決めて、かっこいい、チャレンジしなくならないように。ピタゴラスか誰かした言葉ない。なんすか、ピタゴラス。なんでピタゴラスが出てるんですか。分かる、もう浮かんだことでも考えずに言うもんだから俺。もうごめん、もうもう本当の脳いかないで喋ってしまう。これ生放送ですか。生放送です。後から編集でピーンとかないんですか。生放送ないない。はい、あ、もう時間なくなってしまったけど、とりあえず、コマーシャル後にプレゼントしたいと思います。
送りしております運転者出番ですよ、いいですね、こう若い人たちがこう頑張るっていうね思いをこう私もこう乗っかって、しまうわけなんですけども、沖縄フープタイムから今日はね、日賀さん、ネロメさんお二方来ていただいております。9月の10日に、バスケット 3on3 のイベントが、うるま市石川会館で午後2時から、9月の10日日曜日ですよ。皆さんぜひチェックをねお願いしたいと思います。雨天の場合は、会館の中の方で行うということでございますので、ご安心して、ご予定を立てられたらいいかなと思いますね。行かれる際にはぜひね4000円以上お持ちいただいて入場無料なんですけども、イベントがね、開催されるのは協賛企業の皆さん方が、いてからこそでありますので、それはまたそもそもチャリティーということで、開催地であります今回はうるま市石川、地区の皆さん方の、ね、子どもたちのために、なんとバスケット好きな子どもたちにバスケットのボール、はい、ボール今のところボール1個は必ず決まってるんですけど、また付属でもう1個何か検討中やっていきたいと、はい、それはやっぱり協賛企業者の皆さん方ご協力いただいて、はい、そのためにはまた来場される皆さん方の、お小遣いの範囲内でありがとうございます。ぜひ多めにお願いしたいと思います。ということで、素晴らしいイベントが、ね、開催されるわけなんですけども、これは本当に子どもたちから大人の方も、ね、イベントも行われるということでありますが、さあ、こういうイベントを、ね、先ほどちらっとお話ししました、まあ、こういう、グッズも使ってこれからどん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 ね、PR していかないと、はい、そもそもねお客さんは来られないだろうし、うん、協賛企業の皆さん方もまあお客さんが少なかったらね減っていく可能性もありますが、うん、そうですね、昨年実施してどうでした、人数参加。正直、うん、去年は最初、うん、出店を集う時は500名から800名かなっていう気持ちだったんで、うん、はいはいはい、石川地区っていうやっぱその場所になるんで、うんうん、500名から800名だと思ったんですけど、うん、箱を開けてみれば結局1000名、うん、1200名ぐらいが来場されて、すごいな、はい、あ、もう普通のお祭りと同じようになっちゃったんで、なるほどなるほど、あ、よかったっていうので、今回は過去のデータを参考にして、うん、まあ、1000名から1200名いますって出店の方にも書けるように自信持って書いたんですけど、素晴らしい、いや来るね間違いなく、ありがとうございます。もう今日ラジオ聞いてる人はほとんど行くんじゃないかな。あ、嬉しいです本当に。4万人ぐらい来たらどうするの。もう最高ですねなかなかないんじゃないですか、ね、4万人もう あげるいやでも本当たくさんの方々ね足を運んでいただきたいと思います。これそもそもそのバスケットの試合に参加するのはもうすでに決まってるわけなんでしょ今回は。そうですね、はい、うん、このティップオフっていうイベントももう、うん、最初で選手は地元の方を集って募集をかけてるんですよ、うんうん、例えば読谷でやるってなったら、うん、読谷の方で募集をかけるっていう、あ、こういう感じになっていくわけだ。開催地区の方たちを中心にやっていこうと、はい、でまあ、ゲストで他の県、あ、他の市から来たりとか、町から来たりっていう感じでやったりするんですよ。じゃあ石川地区あたりでこれぐらいのメンバーを集まるっていうことになるわけよね。はい、あ、いろんな、本当にいろんなところでできる、ね、可能性はあるんだ。はい、へ、面白い。でもこの仕組みを、ね、しっかり皆さん持っていただいてるから、ある意味、こういう、ね、イベントをどこでもできる、まあ、大空さんというね企業がしっかり、皆さんお方ねバックアップされているということありますから、本当にこうイベントとしてねビジネスとしてそれができたら面白いですね。そうですね、ある意味ね、もちろんやっぱやっていくならそうですね、パッケージにしてできたら、そういうことも商品としてなんか出せてもいいんじゃない、 3on3 のゲームを。僕らがちょっとその辺に疎いんで中曽根さんも一緒に交えてもうなんか金儲けになるとなんか俺たちはなんか純粋なんだみたいな俺だけなんか悪者ねって言うから、またなんかそれ金儲け考えてるこいつみたいなラジオ聞いているといつも思われる俺。いや、ぜひまた出させてくださいこのラジオ生き生きしやすいです。いやいや、もう本当に。でもなんかせっかくやるんだったらさ、やっぱ会社としてさ、やっぱりまあそんなボロ儲けするものではないっていうことはもう当然わかるんだろうけど、やっぱりチャリティーでもあるし、やっぱり地域のためにって、でもそこは企業としてさ、皆さんがほら働ける人件費ぐらいはさ稼げるぐらいになれば、いろんなところでやったらもっといろんなところの子どもたちが喜ぶわけだから、ね、そういう企業としての社会貢献はそこにあるじゃん、ビジネスはやっぱり作ること、うんうん、そこはぜひね、僕は皆さんしかできないことだと思うから、俺は得意な商品としてね、やっていただいた方がいいかなと。ありがとうございます。まあ僕なんかがね、どこまで協力できるか分かりませんけれども、ぜひね、機会がありましたら、エダフードサービスがね、ご協力いただければなんかお金もらってるのかなって思うぐらい言ってますね。なんかテロップが出るレベルで言ってる、ね。
いやもう枝ちゃんね聞いてないはずだからね何でも言えるよ。やただ枝ちゃんに関係する人たちはたくさん聞いてるから。あ、そのあいいですね。彼は仕事だからね多分聞いてないと思うんだけど。いやでもぜひね、読谷でねでも開催できれば、本当に食会青年部あたりがね中心になれば全くできなくはない話だと思うので、ぜひそういうことを考えれば、ぜひ読谷の皆さん方もね一度足を運んで見に行っていただければねいいんじゃないかなと思います。まあ、私はちょっと行けないんですけど、はい、ぜひまた機会につけて最初で言ってる情報はいただきたいと思います。よろしくお願いします。先ほどちらっとお話しました、なんかあの手にやるやつなんだっけ、何しようかなこれもうリストバンド、リストバンド、リストバンド、リストバンドとステッカー2つブラック&ホワイトね、これをお渡ししたいと思います。まあ、今のこの瞬間のみを聞いている人しか、この情報はいただけないので、もし誰も来なかったら、私の方でね、バスケット好きの方がお渡ししたいというふうに思いますので、ぜひねこのイベントに行ってもらいたいなと思います。誰も来なかったら枝あげとく枝さんがつけてたらあ、もらったんだもらったんだみたいな絶対来年だなみたいな決まったな、そういう意味ではぜひね、バスケット好きの皆さんぜひね、このイベント参加いただければというふうに思います。よろしくお願いいたします。さあそして、なんかパウルと見ますといろんなイベントもあるんだ。はい、実はその中でイベントインイベントで、ね、ちょっと簡単にでも、はい、簡単に時間が多分ないんだろうなと思って、うん、ここを説明したかったもんね。実はバスケット、バスケットばっかり言ってたんですけど、実はあのパフォーマンスも 3つほど含まれてまして、ショーケースタイムが一つはヤンザヤさんって言って、多分 FM あ FM じゃん読谷の方でも T シャツ祭りとかありましたよね。あったうん、その時にも多分出てると思うんですよ。読谷でもちょっとゆかりのある人だと思うんですけど、ヤンザヤさん、はい、あの余興、余興ヒープーさんの余興の、はいはい、あれでもうずっと3回ぐらいチャンピオンになって4回目からはお前たち出るのはもう審査員だってなった殿堂入りした余興軍団とか無類しかだったんですけど、はい、無類しかのリーダーの方が新しくヤンザヤっていうのを作って、もうずっとヤンザヤで活動してますね。よろしく言っててね。そうですね、結構面白いですよ。面白い面白い、彼はすごいね。僕もあったけど、はい、なるほど。そして彼らとあと次あの民謡の、若手のホープミヤっていう方なんですけど、琉球民謡協会の方から出てきてですね、うん、はい、彼女もまだ30代なんですけど、40、50になったらもう大御所になるんじゃないですかねっていうような民謡歌手なので、はい、こちらもちょっと魅力ですね、はい、そしてでもう一つ最後はダンス、うん、ゴールデンエッグダンススタジオさんから、はい、彼らもいろんな賞を取ってるんで、うん、大阪とか東京とかいろんなところ行ってるキッズダンスの団体で、今やっぱダンスブームなので、ね、そういったバスケだけじゃなくて、ね、ダンス見たり、うん、民謡を聞いたり、うん、まあ、変わったパフォーマーを、はい、見たりとか、その他ね、いろいろとこう、はい、ゲームとか子供たちが飽きないようなイベント作りをされておりますので、はい、ぜひ、大空さんがね、推すイベントでございますので、沖縄フープタイム、はい、ティップオフ、はい、最後は発音こっちと一緒になっちゃいましたね、9月の10日午後2時、うるま市石川会館で開催されますので、ぜひ足を運んでください。今日お二方ありがとうございました。ありがとうございました。